さあこんにちは、豊さん、はい。まあ、高校野球甲子園で今熱戦が繰り広げられていますけれども、はい、まあ、その中で常連校、優勝校、今年も何校も出ていますが、大阪の名門だったの PL 学園、はい、春夏7度優勝して、うん、2016年の夏の大阪大会を最後に休部となっていたんですが、はい、なんとその PL 学園の野球部が1年生1人の入部を許可し、活動を再開したことが8月6日に分かったということで、あ、1人入りました。いや、暑いな、暑い子だな、うん、未経験だそうです、野球は。そうか、はい、まあまあでも PL のファンであったりだとかね、はい、まあそうだったのかもわからないし、うん、清原とか桑田、はい、さんとか、あの立浪とかね、はい、松井一夫とか後輩になりたいって思う選手かもわからないし、そうですよね、だ親御さんがそのファンだったとか、そうだね、世代とかもありますしね、うん、まあ、名門というかPL 復活っていうのは願ってる全国のファンっていうのは、まあ、多いかもわからないしね、まあ、現役で言えば今メジャーリーガーの前田健太投手も、ね、うん、PL、まあ、そうだね、はい、で、あの中川がオリックスの最後の卒業生でしょ、はいはい、最後のなんですね、野球部のね、はい、だからなんか助けてあげたいよね、うん、なんか思いますね。俺はね、やっぱこう小さい頃からずっと松山商業のファンで、はい、未だに松山商業のファンなんだ、物心ついてというか、まあ、大きくなって PL のね、猪俣先生っている、いるんだけど、はい、まあ、そういう人と知り合ってもう PL とは縁があって、うん、なんか PL を応援するようになってからね、はい、やっぱ PL っていうのはすごく気になってたし、でも嬉しいニュースだよね。そうですよね、うん、で、まあ、教員が付き添って練習を行っているそう で、うん、1月の OB 会の総会で桑田真澄会長が復活へ全く前進がないとしていた状況から一歩前進した形だと、うん、で、ただ、2017年3月に脱退した大阪府高野連に再加盟するには、うん、部員一人では承認される可能性は低いというところで、うん、高野連の幹部の方はまず学校で再加盟を申請するのか判断していただき、うん、申請する場合は連合チームありきではなく部員を最低9人揃えてもらいたいというふうに明かしたそうで、まあ、現在の全校生徒数が約50人。え？ PL が？そんなことはないですよね。そんなことはないですよね。いやいや、少ないのかもわからないよね。本当ですか？現在の全校生徒数が約50人。うん、で、1年では厳しいかもしれないが、何年かけても復活してほしいと願ったということで、PL 今50人なんですか？じゃないの、もう書いてあるんですけ けども全校生徒数が、うん、ただその高野連が言ってるのはね、はい、厳密に言えば部員数が足りなくても連合チームを組んで、はい、おそらく試合には参加できるし、うん、予選にも出れると思うんだよ、はい、ただ望ましいのはやっぱ単体の高校で出てほしいっていうことでしょ、ことですね、プラス、うん、そのまた大阪府の高野連に再加盟するには最低でも9人はがいるんだ、いるっていう、また再加盟っていうところが必要になってくるということなんでしょうね。でも PL 学園野球部復活しましたって、はい、ね、部員募集しますって言ったら、うん、結構入ってきてくれるような感じはするけどな、まあ、今監督はまだいないんでしょうね、教員の方と一緒に、まあ、まあそうだろうね、ということなので、これは PL 学園学校自体が本腰を入れたら多分監督も招集してくるでしょうし、本腰入れたら、うん、OB が教えに来てくれたら半端ないよ、まあ、そうですよね、ね、うん、福留なんかあの引退して、はい、あの資格を取らなきゃいけないよ ね、資格回復をしなきゃいけないけど、うん、資格回復してくれた OB が、はい、じゃあ教えに行く教えに行く教えに行くって言ったら、うん、教えてもらう方がビビるぐらいの、うん、みんなが来るよ、そうですよね、あでもちろん例えばスカウトの方もまた本格的に指導すれば全国にね視察に行っていい中学生とかいい小学生目つけて、うん、呼んでくるとは思うんですけど、まあそうだね、まあ、1年生1人が9人、うん、10人、50人、100人っていうふうに以前の PL のようにまた、でも全校生徒はいないんでしょ、50名なでもそれで野球部が復活したら増えると思います、増えるかも分かんないしな、そうですよね、またブラバンの復活とか、うん、なあ一文字みたいな、あら出てくるでしょうし、なあ一文字50人じゃな、うん、ちょっと迫力に欠けるからさそうですね、増えてほしいなっていうのはありますPI になっちゃうかも
エールが足りませんみたいな、ってね、なんか手伸ばすとかね、そう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 、なっちゃいますけども、でもやっぱり大阪っていうとやっぱり大阪桐蔭 PL 学園っていうのがなあ、うん、いや PL ってまあ三千たるこう輝きを放ってて、はい、7度優勝、はい、春夏、そうですね、ああもう名門中の名門だからね、でプロ野球選手に、まあ、名選手を輩出している学校だったので、現役監督でも2名いるからね、立浪と松井和夫、あそうですね、うん、歴代で言えば尾花さんとか、はい、ね、監督をやられた方もいるし、はい、まあ、一郎を育てた新井さんとかさ、はい、もう PL 出身だし、うん、だから指導者としてもね結構プロ野球に貢献してくれてるしさ、はい、まあ、片岡二軍監督もいるしな、片岡さんもそうですよ、うん、だから復活してほしいな、うん、なんかな、そうですね、うん、野球未経験の一人が入ってきたっていうところもなんか、いや、ジーンとくるな、うん、そこですよね、なんか取材に行ってみたいよな、行きたいですよね、どう思ってるからそれどうなんですかね、いやいや本当に、うん、その野球部員のことも話してみたいし、豊さんじゃあノック打つぞって言ってノックの練習、守備練とか、なあ、うん、バッティング練習とか、お前が余計なことで教えんなって言われる可能性もあるPL の OB、 いやでも資格回復持ってるので、持ってるやつらがいるじゃん、片岡さんも持ってるんですよね、まあ、今もう執行しちゃってるんだよ、あの監督になる、監督になるとね、また申請しなきゃいけないんだけど、うん、いいね、でもねこういう話はね、うん、この少子化でさ、はい、野球やる子が少なくなってきてるっていう、うん、動画をね、はい、前にも上げたことあると思うんだけども、でもこうやってね PL 野球部復活のために、はい、多分入ってきてると思うしね、うん、で PL の歴史っていうのもこの子は知ってると思うんだよ、はい、だからそこの野球部に入部したいっていうね、うん、復活させたいっていう、大体さ物事って一人のおかしいやつから始まるんだよね、はい、人はもうお前 何一人でやってんだって言ったところから夢って広がっていくわけよ、はい、だからすごくねこの子にかける期待っていうのは大きいな、これですよね、なんか種まきの種が今よまかれた、さああとは、いやまかれてないな、まだまだ、まだここからまず水とかやっていかなきゃいけないですけど、でもその第一歩の、まあそうだね、今なって、あの野球のグラウンドとかまだ残されてんのかね、いや行ったことあるんだけど素晴らしい施設だったんだよ、はい、だああいうのが残ってんのかね、まだどうなんですかね、でもマウンドが残ってたらあそこで桑田が投げてたんだよ、はい、前田健太投手も投げてましたよね、そうだよな、はい、でキャッチャー誰だ、いやあんまりいないか今クルスっていうのがいたんだけどね、はい、あの PL の桑田とバッテリー組んでたんで、はい、ファーストには清原が守ってた、うん、片岡もいたみたいな、はい、ね、セカンドには宮本慎也とかもいただろうし、うん、ね、立浪がショートの時は、はい、サードには深瀬っていうね、うん、名手がいたしみたいな、そんなこと考えたらあそこのグラウンドで練習するだけでなんか夢が広がるというね、うん、まあそんな感じもするな、そうですよね、うん、でも一人じゃ何にもできないからね、キャッチボールができないからそうなんですよそう、もう先生がね、先生が相手はしてくれてるとは思うけども、はい、でもこっからなんかこう広がっていかないかな、そうね、もう本当聞いてみます、なぜ PL の野球部を選んだのかとか聞いてみたいよな、聞いてみたいです、で野球未経験だったのになんでっていうところもそうですし、未経験っていうのが面白いよね、まあ、経験してるやつは入らないよね、まあ、一人じゃできないっていうのはよく分かってるから、まあ、タコ行きますよね、まあ、タコ行くよ、はい、まあ、まあさ、だから始まりはそんなもんなんだよ、そっか、え、こんなんでっていうのがなんかどん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 大きくなってきてさ、ね、有志が集まってきてやろうよみたいな、うん、そしたらレギュラーじゃなくなるかも分かるけど、そうかもしれないですけどね、うん、今のところはレギュラーだからね、いやもう本当そうですよ、もちろんキャプテンでもあり、そうだよ、うん、なあそうです、でもまあ5年後は早いかもしれないですけど、もしかすると10年後本当に PL が甲子園に戻ってきたなんてことも夢じゃなくなる、監督福留、わあ、いや監督宮本慎也でもいいですよね、バッティングコーチ福留みたいな、とにかく再建のために力貸せみたいな、プロでもびっくりですよ、いやほんでコーチも、うん、
ね、まあ、いろいろ守備コーチも何よね、いるよ。片岡さんももしかしたらね、その頃、うん、PL の方のコーチしてるかもしれないですし、よし、みんな集まれみたいな、うんね、俺たちが甲子園に絶対連れて行ってやるみたいな、うん、言ったらなんかどさっと入ってきそうな気もするよな。一気にね、また全国から、うん、入ってくるかもしれないですし、また甲子園に出て、あの土を踏むっていうのが、でも現実になる第一歩ですからね、本当に。PL 学園何年ぶりの、ね、出場って言ったら、うん、スタンドにどれだけの方がいいか。いやー、そうですよ。スタンド見てる方がお前、豪華だ。まあ、で、監督に、山本慎也さんだったり、福留さんが監督に座ってたら、ああびっくりですよ、こんなの。うん、夢のある話です。夢あるな。ありますよ。だから、そこら辺の高校とはちょっと違うからね、やっぱ。また、ちょっとそうですね。あの伝統の、伝統を築いてきたっていうことがな。うん、でもその一歩をこの1年生が一歩踏み出してくれたっていうのはすごい大きかったと思いますよ。やめないでいてくれるといいですけどね。いや、俺の知り合いでさ、はい、いるんだよ、 PL のものすごいファンが、野球部の、はい、野球部だけ買い取っちゃおうかなみたいな。いやいや、いるんだよ、あら、はい、そういう人が、うん、で PL の効果ももう最初から最後まで歌える人が。熱烈なファンですね。もう投資家の人でいるんだけどさ、あら、はい、もう今シンガポールでこの動画を見てるかもわからないけど、ぜひそのぐらいのファンなんだよ。で、宇多川さん、もしあれだったら PL の監督やれますかみたいな。あ、どうですか。いやいや、PL の OB に怒られるって。まず最初に、まあね、だけど、まあでも夢のある話でね、うん、でも一人の人がそうやって何か本当にね、何でもそうだよ、うん、車とか、はい、電話とかね、飛行機もそうです、ね、飛行機もそうだけど、最初に考えついて一人で始めた人ってもう周りから変人扱いだから、うんうん、ね、何やってんだバカじゃねえかって、うん、そっから始まるから、はい、ことって、うん、でももう本当1年生ね、うん、一人で頑張っててほしいよな。そうですね、ここからね、また部員が集まってくる分なんとか退部せずに、そうだな、うん、もう応援します、はい、ね、応援します、頑張ってください、はい。